え今、緊急で動画撮ってるんですけど、あのー、水曜日に、あの、ミルクさんと巣鴨で会って、あの、ま、カラオケとかで、まあ、カラオケで、まあ、歌広場で、巣鴨店でね、あの、ま、動画撮ったりとか、まあ、ちょっとお話しして、で、まあ、ちょっとイタリアンでもね、駅中のビルの中にあるイタリアンでもどうかな、みたいな感じで、まあ、ちょっと予定を立て,てたんですけど、あのー、 今日の、ね、ポケモンユナイト配信中にいろいろ僕が愚痴を言ってたんですけど画像出してねそしたらあのミルクさんが怒ってしまいましてあの水曜日に会うっていう話はあのなくなってしまいました、まあ、この件について思ったことは、まあ、あの残念だと思うしミルクさんも言ってたんですけどなんか私が動画出ることでその、まあ、結構ウケると思うしなんだけどその先にいろいろねその喋っちゃったりとか、まあ、DM 出したりとかね うんその、ね、なんのそねなかラブホー行くみたいなこと聞かれたからね。それほどついてちょっと対心中愚痴してたんですよ。うん、まあだから、あのその件とかにね、こういろいろね、まあ僕はその、まあ桃子がいるから、ちょっとそれは無理かなみたいな話をしてたんですけど、まあ、だそういうのね、そのやりとりと公開してたんですけどね。まあそれちょっと切れられてしまいましてね。はい。まあで、ね、愚痴って言ったのもちょっとね、まあまあ今聞かれてしまいましてね。はい。まあ、ね、残念ですけど、 まあね、あのー、まあ仕方ないかなって思うし、なんか僕は別になんかその、嫌がる人と無理やり会おうとは思わないんで、まあちょっと嫌だったら、まあしょうがないかなっていう感じだと、まあ思いますしね。まあまたなんか機会があったらって思うんですけど、まあまあね、その視聴者の方は、先週から僕はミルクと会,う会って動画にするのをすごい楽しみにしてた方もいると思うんですけど、まあそのままね、ちょっと申し訳ないですと。まあでも僕は全然いけるんですけど、ちょっとミルクさん、ちょっとメンタルの問題だと思うんで、 まあね、ちょっと大変申し訳ないですけど、はい。まあ、ちょっと文句はミルクさんに言っていただければって思いますね。はい。まあ、僕もちょっと非常に残念だと思います。はい。まあ、ちょっと緊急で動画撮らせていただいたんですけど、まあ以上となりますので、はい。皆さんありがとうございます。まあ、ちょっとさっきポケモンユナイト配信した時に、ねちょ、後半別の、別の理由でちょっと荒れてしま,しまいましてね。ちょっとあれなんですけどね。はい。まあ、ちょっと今、とそれ機嫌悪いんですけどね。はいポケモンユナイトね。<笑><笑>あちょっと、あれ、ちょっとあれだね。こと言われてしまいましたね、配信中に。はい。 まあちょっと別件でもちょっとね、イライラしてるんですけど。はい。まあ以上となります。さよなら。